はい、皆さんおはようございます。この間日本の有名 YouTuber おじとらさんからね、ステッカーが僕のところに届きました。その時のね、動画は前回アップしましたけども、先日パンクさんに会って、でおじとらさんのステッカーを手渡してきました。その動画を皆さんに今から見ていただきます。それではどうぞ。あ、皆さんこんにちは。今ここね、イリノイ州のハンプシャーっていうところに来ております。ここのねトラックステーションなんですけども、なぜここに来たかっていうと、前回動画であげましたけども、このおじとらさんから、日本のね有名 YouTuber のおじとらさんから送ってもらったステッカーを、パンクさんに手渡そうとしてこちらに来てます。でこれからね、パンクさんが来てくれるので、これを手渡そうと思います。このステッカーね、カリフォルニア経由でロサンゼルスのクニさんっていうツイッターのね、あのフォロワーさん経由で一度日本からロスの方にね、カリフォルニアのロサンゼルスの方に行って、そしてあのシカゴ経由で僕のところに来ました。はい、じゃあこれを今からあのパンクさんの方に渡したいと思います。それでは後ほどです。はい、パンクさんのトラックに来ました。こちらがパンクさんのトラックです。あ、パンクさんが現れましたけど消えました。今からステッカーをね貼るということなので、どこに貼んの？そこ？はいはい。じゃあ、ドアのね下のパネルに、無事って言ったらおかしいな、貼り付けました。今度は？気ぃつけな、うんちいっぱいあるで、これ。うんこだらけや、これ。うわ、なんやこれ。どこ？ああ。この下は、この辺は？うん、はいはい。
星空さんの名前ないけども、うん、妻恋船団。このね、この下のね、これついてないとカリフォルニアは走れないんですよ。カリフォルニアは結構ね、めんどくさい州で、これがないと走れません。あ、じゃあそれじゃあお邪魔します。あ、なんかちょっとタイム OK。 あ、こっちをね、うん、あ、ここに貼るの、うん、な、やっぱり自分のトラックはやりたい放題できるから。すごいね。ああ、うん、なんかあんまりうまく見えてないですザラザラしてるからな、表面がね。ああ、よっしゃ。はい、3箇所、3箇所、ステッカー、他の YouTuber さんも、パンクさんのトラックとトラクターとトレーラーに、送ってくれれば貼るそうですので貼りますよって言ってます。ああ、そう、なるほど。はい、ということでした。はい、さよなら。はい、ステッカーの話はね、これで終わるんですけども、その後こういう偶然なことが起こりました。それではどうぞ。向こうに見えるのが誰でしょう。パンクさんなんです。偶然にも僕が荷物を配達してるところにね、荷物を取りに来てたんですよ。ちょっとびっくりしました。そしてこちらにいます。だから今この荷物をね、切り離してここに止めて、これからもう仕事終わりなんですけどね、パンクさんが向こうで動画撮ってます。あ、向こうにね、あそこにほらトラックが止まってますけど、パンクさんのです。本当偶然でした。一言。こんにちは。こんにちは。働いてます。はい、それでは皆さん、はい、今日のビデオはこれぐらいにしておきます。次回の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。はい、前方にパンクさんが見えます。乗りました、トラックに。それで彼女はこれからね、インディアナの方に出発です。それでは、さよなら。